モンスターの隙をついて絶頂抜刀斬り、そしてコロリン離脱からの納刀。俺もお世話になった抜刀コロリン戦術によって無印時代から安定して強かったのが男のロマンを具現化した体験です。そんな体験をでかいだけのうんこにしてしまう最悪すぎる調整がモンハンワールドで来たんすわ。体験といえば今言ったように隙をついての抜刀斬りやため斬り、そんな体験の根幹とも言える行動を弱くしてしまったのがこのモンハンワールドなんすよ。まず通常のため斬りのモーション値、モーション値とはダメージ計算に使う重要なゲーム内数値です。それが前作モンハンダブルクロスの100から90と1割減されているんすよ。隙をついて抜刀開始にため斬り、これが絶頂の肝じゃないかカプコンさん。しかもここで終わらねえのがカプコン太郎の美しい調整。ため斬りからさらに隙があれば絶頂を超えた絶頂の強ため斬りをぶち込む、これよこれなんですが、なんと強ダメのモーション値は前作の120から96と驚異の2割減。おい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 、どうしてだよ。これには当然理由があって、新要素の新ため斬りを使わせたいからなんすよね。合計モーション値200超えのバケモンアクションの新ダメ。しかし素で当てていくのはかなり難しく、同じく追加要素のタックルという名の儀式を繰り返していく必要があるんすよ。強すぎる新ダメと弱体化された従来の主要アクションから導き出される答え、それはタックルおじさんの降臨。以前の立ち回りでは火力が明らかに下がるんで、タックルでため段階を飛ばして無理やり新ダメを当てるしかねえんすわ。これには古来より体験を使っていたハンターたちは激怒、俺も激怒で脱粉。これは許されませんよ。ということで今回は丸々使いが泣いた最悪のうんこ調整をチャンネルで聞いたんで紹介していきます。どうも調整ミスの具現化鍋蔵です。それでは続きをどうぞ。キッズ大好きイケメンたち、圧倒的ビジュアルで人気武器になっているたちですが、隠しきれない闇の時代を持っているんすわ。それがモンハン4。そもそもたちはモンハントライで連携ゲージに大幅な仕様変更が入っており、無色白黄色赤と段階が上がるごとに火力補正が上昇する仕様になったんすね。前作のトライ G では連携ゲージの火力補正が赤色の状態で 1.2 倍と破格というわけでもなく、元のクソ雑魚モーション値のせいで白 1.2 倍補正でやっとそこそこ強いぐらい。そこまで強くなかったたちが次回作の4で強化されるのは当然だよなと思っていたのもつかの間、4のタッチは連携ゲージの色に関係なく時間が経つとオーラが消え無色へ。ちなみに前作は時間経過で1段階ずつ落ちていく仕様だったんで、いきなりゲージのオーラが完全消滅することはなかったんすよね。また鬼神大回転斬りを当てるとオーラの色段階を上げれるんですが、マックス状態の赤色で大回転斬りを当ててもオーラ残り時間の延長ができない。つまり要するに大回転斬りを当てて最低黄色以上にしないと弱いのは変わらない。でもいくら大回転斬りを当て続けても時間経過で強制無色になるんで火力の維持は不可能。つまり雑魚。これには生粋の立ち使いは絶望するしかねえのよ。そもそも大回転斬りってそんな手軽に当てれる行動じゃないんで、この仕様はきつすぎたんすよ。せめて赤状態中はクソ強いって調整ならいいんですが、普通に赤エキス取った総中魂の方が強い。いやこれもう総中魂でよくね。シコシコ連機ゲージ維持して弱いとか、虫パンエキスピッチャーの方がよくね。そして連機の色が無色になった頃、立ち使いも無色になっていたって話。泣いた。クロート武器として有名な初心者向けの謎武器である片手剣。最近の作品では片手盾と言われるくらいに盾攻撃が強いんですが、それが登場したのがモンハントライからなんですよね。そんなモンハントライの片手剣が弱いわけがないと最近のプレイヤーは思うかもしれない。知らないだけなんだよ、水中戦を。トライ G にだけ存在している水中戦。地上とは違った操作感を出すために移動などのもっさり感の他にも各武器種の動作も変更されています。そして片手剣は片手剣らしい機動力に優れた華麗な動きを見せないんすよね。一振りする間にカップラーメンを10個は作れるスピードの攻撃、さらにアイデンティティだった優秀なコンボも封印。もちろん機動性もうんこ。地上では素早くどんな状況にも対応できる動きが唯一と言ってもいい持ち味でしたが、水中戦では全てが消え去る水の泡のようにね。
そして水中戦特有の距離感のつかみづらさや短小すぎる片手剣のリーチでは空振りを連発するのは必然。全ての長所を殴り捨てて全力で短所を増やしていく、それがトライの片手剣なのよ。そしてポータブルサードとトライ G、 サードに水中戦はないですが、なぜか片手剣に属性値マイナス補正がかかります。それも双剣と同じ 0.7 倍。終わった。双剣は手数があるからマイナス補正しないとヤバいのはなんとなくわかるけどさ、片手剣はそこまでじゃないだろう。そんな終わ終わり調整を引き継いだまま水中戦ありのトライ G へ。猿でもわかる水中戦のゴミ性能に泣くしかねえのよ。地上ではぶっ壊れブラキ武器とかルナルガ武器でそこそこだけど、水中戦お前いつ復活するんだ。双剣にうんこ調整が舞い降りたのは4でした。タチもやばいし、モンハン4ってやばいな。4では片手剣でも説明した。属性補正の 0.7 倍が撤廃。バカ手数ですんごいダメージが出るはずだった。まあ 0.7 倍補正を消したらやばくなると、カプコンも察していたので、しっかりとテコ入れをしてあります。双剣はポータブルサード以降に、デフォルト技物特性を持っていて、切れ味消費が2分の1になる、なかなかに強い性質があったんですが、モンハン4ではこのデフォルト技物を撤廃。さらにヒットストップが増加してだいたい 1.1 倍くらいもっさりするようになり、リーチの長さも短小にされたんすわ。やばすぎ。剣心属性 0.7 倍補正撤廃の反動がバケモンすぎる。デフォルト技物の撤廃とヒットストップの増加がどれだけやばいかっていうと、まずデフォルト技物効果が消えると継戦能力がえぐいほど低下。白60というバケモン切れ味のキリン武器でさえもまともに戦おうとするなら、砥石仕様高速化と技物はほぼ必須ゆえにスキル自由度は壊滅的なんすわ。ヒットストップ増加の影響も昨今の物価上昇レベルででかくて、トライ G 時代とは別武器かと思うくらいに遅く DPS が終わっている。こんなん双剣じゃないよ。切れ味時の難しいもっさり手数武器、結果として全武器中1、2位を争う低火力武器となり下がりました。モンハン4ってやばいな。サポート武器のイメージが強い笛。モンハンでわざわざサポート武器を背負いたい変態紳士は少ないし、演奏をするのが難しそうというイメージから使用率は低空飛行を続けています。そんな演奏を楽チンポコチンに改造したのがモンハンライズ。これまでの多すぎた音符の色を単純化、猿鍋像でもわかる3色のみに絞ることでかなり触りやすくなったんすわ。これにはカリピストの皆さんもにっこりしていないのよ。むしろ怒っています。実際演奏自体はしやすくなったし、音符がなくても自己強化ができていい感じ。さらに旋律の順番を揃えなくても効果が発動するんで、素人がボタンを連打するだけで旋律が成立。重ね掛けという概念もなくなったんで使いやすさが爆伸びしたんすわ。いや普通にいい調整じゃねえか。ってのは素人カリピストにすらなっていない俺レベルの話。ガチカリピストからは微妙な声が多かったんすよ。確かに使いやすさは上がりましたが、でもカリピストですよ。ある意味変態逆張り精神の藤原の塊の皆さんは簡単に使いこなせる笛にご立腹。しかも一つの武器から繰り出せる旋律効果の数は減っているんで、元から笛を使いこなしていたカリピストからしたら弱体化以外の何者でもない。あの頃の複雑で操作のややこしい笛を愛していたインディーズバンドがメジャーデビューして系統変わったような感覚になっている。これがカリピストの本音。新規参入者は大事だけど、仕様を変えすぎると古参としては複雑な気持ちに。結果としてはサンブレイクの使用率も 3.6% でワースト3位。新規も古参も離れてしまった笛。笛ってどうすればいいんだ。使用率が底辺をペロペロしていますが、渋すぎる立ち回りで雑魚いイメージがないランス。そんな絶滅危惧種並みのランサーを泣かせたのがアイスボーンのうんこ調整なんすわ。クラッチクローが来たことによって立ち回りにある程度の変化がありましたが、これといって大きな変更点もなく、単純な使用感だけで言えばモンハンワールドから据え置き。そう、使用感だけは。中身はえっぐい鼻くそ調整で残念スティックにされているのよ。アイスボーンでは謎の属性ダメージマイナス補正を食らいます。あ、そう、お察しの通り 0.7 倍補正ですわ。ランスで 0.7 倍死んだ。さらにカプコンの嫌がらせは止まらん。アイスボーンからは種類の豊富な属性武器や状態異常付きの生産武器が爆増したんですが、もちろん全てが 0.7 倍補正で微妙扱い。ことごとくを滅ぼすカプコン調整。これにはランサーも撃沈。マスターランクマムタルトの登場で他武器種の属性武器が生き生きとしている中、ランス
ンスだけは属性を盛りに盛りまくっても物理でいいじゃんの一言で一周。さらにアイスボーンはモンスターのパワーインフレもすんごい。ガード強化をつけていてもガードができない攻撃やガード性能5でも削りダメージとノックバックを受けたり、多段ヒットでゴリゴリにスタミナと削りダメージを受けるなど、ガード自体が不遇な環境になっていったんすわ。ガードが不遇ってことはランスが不遇と言っても過言じゃなく、その防御性能はチンカスほどの信頼しか残っていない。シールドをつけたヘビーよりガード性能が弱いとまで言われてしまう始末。ボウガンは削除しよう。肉質無視の砲撃で絶頂できるガンランス、もしその砲撃を撃てば撃つほどにチクチクのダメージが増えたら強くないか。そんな合理的な考えのもと爆誕したのがクロスのヒートゲージなんすわ。うひょー噛みすぎーとガンサーが喜んだ1秒後に絶望の悲鳴とともに膝から崩れ落ちるガンサーを生んだのがこのうんこゲージ。砲撃を使うたびにヒートゲージのカーソルが右に動いていき、そのカーソルが刺す場所の色によって月のモーション値がパワーアップ。月攻撃や時間経過でカーソルは減りますが、そのモーション補正値はドチャンコ優秀。一番下の黄色で 1.0 倍、オレンジで 1.15 倍、赤になると 1.2 倍でもうやばい。ですがこの見せかけの数値に騙されてはいけない。前作の 4G から基礎モーション値が弱体化されており、それを基準にすると黄色のモーション補正は約 0.87 倍、オレンジでようやく 1.0 倍であり、赤でもチンカスすぎる 1.04 倍。雑魚すぎ剣心。そんなチンカス火力バフのために頑張って赤を維持するんですが、それを簡単にはさせないウンチングシステムオーバーヒートがあるのよ。砲撃や流撃砲により上昇するヒートゲージですが、そのゲージが右に振り切れてしまうとオーバーヒートが発生。流撃砲でオーバーヒートした場合はカーソルが少しだけ減少なんで、うまく使えばむしろ高火力かっこ笑いを維持できるんで有能。しかし砲撃を連発してカーソルが振り切れた場合はカーソルが底辺を強制床ペロ状態になるんすわ。強制的にクソ雑魚ナメクジになるこの仕様に全ガンサーは絶望。砲撃による激しい切れ味消費と砲撃の残弾数の管理に加えてうんこゲージの管理を強いられることで高ストレスによるハゲが進行。しかもうんこゲージは力尽きるとリセットされる。カプコンさん判決地獄行き。あれガンランスって今紹介されましたよね。まあガンランスだからね、闇の一つや二つあるよ。さてモンハンワールドではハゲ促進うんこゲージが撤廃されて全ガンサーのメンタルがリセット、さらにクイックリロードの仕様変更で全弾装填が可能に。しかもコンボ中に派生できるようになったんで、ストレス買い物全弾リロードはまさに神リロ。斬撃と砲撃を組み合わせるガンランスの理想形に発展したんすよ。そしてフルバループやフルバー流行砲、流撃砲のロマン砲撃をしてもヒートゲージに怯えることのない絶頂武器になったんすわ。もっと気持ちよくなりたい。そんな願いを背負っていざアイスボーンの大地へ。ああアイスボーンの大地は寒いね、だから鼻くそ炙るわ。そんなんで生まれてしまった闇が鼻くそ炙り棒なんすわ。アイスボーンで追加された起爆流行砲は装填時にその時に所持している全スリンガーの弾を全てガンランスに注入、モンスターにぶっ刺して準備完了。砲撃をモンスターに刺さった起爆流行に当てると誘爆、追加ダメージを出すというギミック砲撃なんすよ。そしてこれは押し付けるような動作から鼻クソと呼ばれるんすね。しかもベータテスト時点の性能はマジで鼻クソ。ぶち込むまでの過程がめんどくさい割にメリットが鼻クソ、これゴミだろと言われた結果開発がブチ切れてしっかり修正。誘爆ダメージの上昇や効果時間延長などかなり強くなったんすね。その結果いびつすぎる環境が爆弾するんすわ。マスターランクでは敵の体力上昇に伴い爆破系固定ダメージが 1.5 倍されているんですが、ガンランスの砲撃は適用外。しかも砲術スキルレベル限界突破の極意持ち装備はクリア後までない。つまり増えまくった敵の HP に砲撃の火力は全く適用できておらず、もともと殴り火力もそこそこなガンランスは鼻くそを炙るしかなかった。砲撃を軸にした殴り型やため砲撃など様々な戦闘方法があったワールドとは違い、アイスボーン特にストーリー中は鼻くそ放射ダメで炙る以外の選択肢がなかった。鼻くそ炙り棒環境だったんすわ。鼻くそ炙るしかなかった時代のガンスはマジでかわいそう。力が欲しいか、欲しいなら炙れ。
合体変形のロマン武器であるチャーク。初登場の4では惨敗でしたが、露骨なテコ入れによって 4G で覚醒、神武器として認識されようとしていたんですが、次回作のクロスで悪い意味で魔改造。 4G で登場したチャークの命である盾突き、剣モードで発動できる優秀なモーションで、チャークにしては隙も少なく DPS も優秀。さらにはガード成功後のコマンド入力でオノモードを介せずに超高出力属性解放ギリが発動。これが変形過程を踏まずに火力を出せてめちゃくちゃ便利で絶頂できていたんすわ。じゃあそれ強すぎるから削除で。人の心がないんかカプコンは。 4G で神となっていた要素を無慈悲にも没収。盾突きの後は簡易属性強化回転切りという不完全燃焼なチンカスに変更。絶頂属性解放したい場合は何があっても事前にオノモードへの変形が必須。 4G 以前つまり惨敗だったあの頃のチャークに原点回帰したのよ。シンプルに泣くしかない。他にもガードポイントの仕様変更や属性強化が2種類に分かれ面倒くさくなり非常に使いづらくなってしまったんすよね。まあ性能的には別に弱いとは言えないけども、なぜ前作の神要素たる部分をなくしてしまうのか。まあ剣モードで完結すると必死に考えた2種類の属性強化の片方が使われない。じゃあどっちも無理やり使えるように最強行動は使いづらい斧から限定にしようって考えなんだろうけど、そういうところだぞカプコン。チャークのうんこ調整といえばライズ。こいつもガンスと一緒でまた登場かよ。クロスシリーズで失った盾突きからの高出力属性解放切りはワールドで取り返し維持していますが、ライズの斧攻撃のモーション値が全体的に大幅低下。前作のアイスボーンと比較すると斧強化前提で下げられていた基礎モーション値からさらに20から 30% の弱体化。弱すぎ剣心。入れ替え技である高圧炎天切りという斧強化状態に移行できる技を使わない限り、チンカスパワーでモンスターを撫でることしかできない。もちろん DPS はうんこ。超高出力属性解放切り以外の斧攻撃を封印した方が火力が出るという合体して弱くなる合体武器が完成。じゃあ属性解放切りで生きるしかないな。からの超低出力属性封印切り調整。ワールドに比べてリーチが若干短くなり、叩きつける時の上方向の当たり判定を狭める神調整。さらにビン爆発の当たり判定も縮小させて、発生速度と持続時間もゴリゴリに削るやけくそすぎる弱体化を実装。チャークに恨みでもあるんかカプコンさん。特に上方向への当たり判定は鼻くそ。対空する飛竜に超高出力が当たるはずもなく、八つ敵のような胴体が浮いているモンスターに至っては胴体の下を爆発が走り抜け、フルフルの股下も華麗に走り抜けるんすわ。さらに榴弾瓶の瓶爆発は従来の U 字型ではなく縦一直線に整列。体が小さめのモンスターには5発フルヒットがほぼ不可能に。さっき言ったように体の大きなモンスターには股下抜けで5発フルヒットがほぼ不可能。でかすぎる隙を晒して被弾のリスクを上げながら虚無をお見舞いする攻撃。それが超低出力属性封印切りなんすわ。合体してもしなくてもうんこな合体武器。お前もう船降りろ。初登場時からぶっ壊れ性能な総中魂ですが、ライズとサンブレイクが悲惨なことになっているのよ。過去作の総中魂はハンターがバッタになってピョンピョンするだけの棒。ピョンピョンしなくても最強のアホだったのが、アイスボーンの吸収好きの登場によって流れが変わりました。空中にいる時に発動できる吸収好きは爆速で降下して着地時に棒をブンブン。さらに吸収好きを放つ前に両中を腕に止まらせておくと、落下好き前に両中が離脱。吸収好きの終わり際にハンターへと帰っていきながらモンスターに多段ヒットするタックルをお見舞い。この一連のコンボによる火力が絶頂できるぐらいにヤバいんすわ。モンスターの体を貫通するように繰り出すと1回のコンボで1億超え。カッコ出ない。今までの総中魂にはなかった最高に気持ちいいダメージ表記に脱粉は免れない。そして地上での投げ払いは攻撃方向のコントロールも可能。急降下前も発動前の感性で軌道修正が楽チンポコチン。使い勝手もいい感じでまさに神モーションだったのよ。空中から発動できる使いやすい大技ってことでピョンピョンする明確なメリットにもなったし、地上戦へスムーズに移行できるのも神。これで今後の総中魂は未来永劫安泰。ライズでも吸収好きのお世話になるしかないからの吸収好きの削除。おい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 カプコンさん。カプコン、似たような技の交流を用意してますよ。確かに空中から真下に突き放つ交流は見た目だけなら吸収好きに似ている。でも中
神がうんこ。交流には感性が働かず真下に落ちるしかないので使い勝手が悪いんすよ。さらに九州好きはその後の地上攻撃の派生もかなり優秀でしたが、オリデューさんは微妙。火力だけは九州好きよりも出せるんですが、使い勝手はボットンベンジョとウォシュレットぐらい違う。感性が働かないがゆえの使いづらさやかけり虫のクールタイム20秒による連発できない点など、マジで九州好きからの落差がエグいんすわ。それがライズとサンブレイクの総中根。4ほどのぶっ壊れはいらないから、九州好きだけでも返してくれ。ポータブルサードから実装されたしゃがみ撃ちによってバカみたいな DPS を出すヘビー。これによってタイムアタック常連のバケモンパワーを見事に実現しているんですが、ワールドではしゃがむことのできない絶望的な膝関節を手に入れたんすわ。しゃがみ撃ちは移動することを忘れ、その場にしゃがむことでマシンガンを降臨、装填されている弾はリロードすることなくひたすら撃ち続け、とんでもない DPS を実現させるヤバいモーションなんすわ。そのしゃがみ撃ちがなくなったことで武器としたのアイデンティティは喪失、 DPS の出せないヘビーは惨敗でしかない。いやまあでもそこまで言うことないんでは、普通に強いし。しかしさらに追い打ちをかけるのがうんこすぎる物理弾の性能なのよ。ボウガンのメイン火力になる3種の物理弾のうち通常弾と貫通弾、この火力が沈下す。貫通弾は仕様変更により1ヒットあたりのダメージが減少した代わりにヒット数が多く設定されています。つまり適正距離で撃てば高火力なんですが、適当に撃てば豆粒。機動性の低いヘビーで適正距離を保つのはプロハンでないと難しい。そもそも貫通弾を活かせる撃ち方ができるならモンハンワールドのチャークの超高出力の方がお手軽。そして通常弾は救いようのない雑魚さ。通常弾レベル3でさえも弓の最大ダメの半分ほどの火力しか出ないし、ひるみもまともに取れないんで存在意義はない。さらに環境的に残裂弾がバケモン優遇されていて、それを速射できるライトが覇権を握っている。しゃがむないヘビーが DPS を出せるはずもなく、一部の変態以外の全ガンナーがライトを使ってました。それでも3段か拡散弾を使えば全武器中最高の DPS を実現できるのがバケモンポテンシャルなヘビー。やっぱボウガンってずるいわ。まあ総合的に見ればしゃがみがないのは痛いけど、ボウガンって頭おかしいね。はい、お疲れ様でした。今回はチャンネルで聞いた〇〇使いが泣いた絶望的歴代調整を聞いてそれを紹介していきました。やっぱりいろんな武器に悲しい調整が入ってますけど、意外だったのがハンマーがいないこと。ハンマーって別に弱体化されてないというか、まあ、コンセプトが終わってるというかね、もう時代についていけてないというか、ハンマーはもう新しい武器に変えるか、一回叩いたら地球が割れるみたいなアースインパクトっていう武器に変えるか。